小学3年の算数棒グラフと表の3時間目を始めます2時間目の好きな教科調べの棒グラフを見て答えてね質問がちょっとややこしいよよく考えてね1番国語が好きな人は理科が好きな人より何人多いですか 国語が好きな人は何人6人だね。理科が好きな人は何人4人だ。計算で求めると、6-4で2だ。答えは2人だね。式で求めることもできるけど、表を見ただけで答えがわからなかったかな 国語と理科の赤い棒の性比べをしてごらん。すると二つの差が二マスあるね。一マスは一人だから二人って見ただけでわかるでしょそこが棒グラフのすごいところなんだよ。2番体育が好きな人は 社会が好きな人の何倍ですか体育が好きな人は何人9人だ。多いね。社会が好きな人は何人3人だ。何倍かを求めるのは割り算だね。9割る3で3。 3倍だね。これも計算で求めることができるけどグラフを見るとすぐにわかるんだよ。社会が好きな人が3人体育が好きな人は3人が1つで1倍そして2倍3倍と3倍分の長さに なってるっててるるかよねこんなふうに計算しなくてもグラフの棒の長さから分かってしまうんだよ。こんな問題は社会の勉強で出てくることが多いからしっかり身につけておいてね。グラフを読み取るとき気をつけることは一目盛りが表す数の大きさが グラフによって違うところだ。いつも1だったらいいけどそういうわけにはいかないんだそうでないところがべんりなところでもあるわけなんだけどみるとにかくひとめもりがいくつかをたてのじくのめもりからよみとってもんだいにとりかかるようにしてね。 練習だよ。三つのグラフの棒の長さはみんな同じだね。でも長さが同じでも棒が表している大きさは違うんだよ。左のグラフ。一目盛りはいくつはじめの数字が5だね。そこまでに目盛りがいくつか数えると5だ。 123451 1ずつだね。単位を見ると2だから1目モりは1人そして青い棒が表している大きさは6人ということだ。真ん中のグラフは初めの数字が10でそれまでに目モりが5個だね。 すると、一目盛りは、二ということになるね。二四六八十だ。単位を見ると、こ、だから、二個だね。そして、ピンクの棒が表している大きさは、十より、二大きくて、十二個だ。右のグラフは、 めの数字が 10, 10までに2目盛りしかないねすると1つは半分の5ということになる単位はメートルなので1目盛りは5メートルになっている緑の棒の大きさは30メートルになるわけ同じ棒の長さなのに目盛りの 数の書き方で全然大きさが変わるんだよ。3時間目の勉強はこれで終わります。4時間目は表の勉強だよ。じゃあ、バイバイ。